オーストラリアで人気のツーリングカー選手権 V8 スーパーカーレース。ゴールドコースト大会は公道を使った市街地サーキットで開催されました。この日は観客席のスタンドやフェンスが残る道をまるでレーシングドライバーのような気持ちで街に向かいました。今日私はこのゴールドコースのビーチに来ているんですけれども、このゴールドコースのビーチの砂はサラサラの泣き砂って呼ばれています。このビーチを歩くとキュッキュッと音がするんですよ。皆さんこんにちは。オーストラリアゴールドコーストから真っ赤清美です。南半球ゴールドコーストは今夏を迎えています。今日も気温がぐっと上がって30度を超えています。今私はサーファーズパラダイスの中心に来ているんですけれども、今日はこのサーファーズパラダイスで女性ママ社長の細腕繁盛期を取材していきたいと思います。サーファーズパラダイスに位置するカベルアベニュー駅。ここは人気レストラン、カフェ、ショップが立ち並ぶ人気の場所。ヒルトンホテルの目の前にあります。ママ社長京子さんの出勤時間です。京子さんのオフィスはヒルトンホテルのお隣、昔ながらの町の老舗が立ち並ぶセンターアーケードの2階にあります。はい、それでは今日は、ミラージュラインゴールドコーストのバホーベン京子さんお話を伺います。京子さんどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、それでは京子さんまず自己紹介からお願いします。はい、まずですね、私が初めてオーストラリアに来たのがなんと遡ること20年前、1994年、はい、高校生の時に交換留学生で1年オーストラリアにやってきました。でその時にこんな世界があるんだと思って、私も絶対いつかオーストラリアに住むんだぞという目標をその時に決めて、それに向かって高校、日本で学校を卒業して、夢に向かってやってきたわけなんですけれども、2000年にゴールドコーストに来て、ツアーガイドのお仕事をさせていただいて、そのまま、会社にビジネスビザをサポートしていただいて、はい、ビジネスビザでずっと働いていたんですけれども、だんだん観光業もちょっと日本人の観光客の方が減ってきたので、このままではどうかなと思って職替えを、はい、したんですが、それが、今はアウトリガーというホテルになっておりますが、ホリデーインというホテルがゴールドコーストの街の中心にありまして、はい、そこのフロントを約2年ぐらい勤めておりました。で、結構接客業というのもあるし、日本の旅行会社さんとお客さんと、あとオーストラリア人のスタッフの中に入って、いろいろなストレスがかなり溜まりまして、何か他に仕事がないかなと思っていた時にこのお仕事のお話をいただいて、で始めることになったんですけれども、それが約6年前で、はい、今年の10月1日に6年目を迎えて今に至っているわけなんですけれども、はい、なるほど、はい、ミラージュラインゴールドコーストさんではどんな業務内容で皆様にお役に立っていらっしゃるんですか？はい、弊社はですね、主に学校紹介がメインなんですけれども、弊社のお客様というのが大体ワーキングホリデーでゴールドコーストにいらっしゃる方がほとんどなんですけれども、はい、実際来てみたけれども英語がまずわからない、仕事をしたいんだけれどもやっぱり英語ができないと職も見つからない、じゃあどうしようっていうことで、弊社を、そうですね、街を歩いていた時に偶然見つけられる方が多いんですけれども、お店の前に学校紹介無料っていう大きな看板を出しておりますので、はい、それを見て、
弊社にいらっしゃってくださって、で、まあ、語学学校にまずは、まあ、そうですね、大体の方が4週間から8週間、通われるんですけれども、ちょっと行って英語を少し身につけて、それから仕事を探したいなと思っているんですけれども、ということで弊社では主に語学学校の紹介を強く、やっております。ではご紹介してくださる、ね、語学学校さんたくさんお取引あると思うんですけども、はいはい、いくつかおすすめの学校を教えていただいてよろしいですか。そうですね、語学学校と一口で言っても各学校それぞれカラーがありまして、例えばアットホームで個人で経営されていて、どちらかというと英語塾のような感じの学校もありますし、またはもう本当に学校という形でルールも厳しく、国際色も豊か、通ってらっしゃる生徒さんの数も大きいというマンモス校のような学校もありますし、また弊社では、ゴールドコーストにありますボンド大学、はい、ボンド大学とも業務提携をしておりまして、この先オーストラリアでぜひ大学に進学したいという方、まずはボンド大学の付属の語学学校に行っていただいて、そこで大学入学に必要なレベルの英語力をまず身につけていただき、その後自分の、勉強したい、まあ、専門分野ですねの方に、まあ、進めるように頑張りましょうというコースも弊社では、ご案内させていただいております。時々ママと一緒に出勤する1歳になったばかりのミヤちゃん、オフィスにはミヤちゃんのコーナーもあるんですよ。飲んでください。おい、みやちゃん、お顔見えるよ。これ何？これ何？学校の手配からツアーの紹介、短期滞在から長期留学まで、ゴールドコーストにお越しになる皆さんの心強い味方の京子さんです。